はい、皆さんこんにちは。アスリート個別栄養サポートの北みなりです。こんにちは、おはようございますですか、こんにちはですか、こんばんはですか。今日はですね、アスリートのおやつについてお伝えをしていきたいと思います。私がですね、補食補食ってよく言ってるんですが、補食って何っていう方もいらっしゃると思うんですよね。そのあたりもちょっとご説明しながら今日は進めていきたいなと思います。どんなものがおやつにおすすめかもご紹介していけたらなと思います。まずはですね、補食って何っていうところなんですが、補う食事と書いてですね、なのでアスリート、特にジュニアアスリートはですね、ご飯の取れるタイミングとっても少ないです。特に小中学生は朝ご飯、給食、夜ご飯、あと学校帰ってきてすぐ、もしくは部活の選手は練習が終わった後になりますね。昼食から練習終わるまで特に何も取れない期間がやっぱりできてしまいます。そういったこともちょっと怪我の要因になってしまうので、食事の取れる回数をねできるだけ増やしていきたいです。3食だけが食事ではないので、それ以外のタイミングもねぜひ食事として補っていけたらなと思います。足りない栄養を。そういうところでですね、アスリートっておやつの時間もすっごい大事な時間になってくるんですね。パフォーマンスアップのためにはめちゃめちゃ大事な時間になってきます。なのでそこでしっかり足りない栄養素を取っていきたいんですが、しかしながらおやつも食べたいんだっていう人もいると思うんですね。例えばチョコレートを食べたいっていう選手は、カカオがね高めなものだったり、カカオパウダーとかカカオニブとかもうまく使いながらミネラル補給していってもらえたらいいんですが、せっかく取るんであればプラスアルファになるものを選んでいただけたらなと思います。チョコレートのお話については、結構たくさんチョコレートのお話を出してるかなと思うので、ぜひそのあたりを参考にしていただけたらなと思います。2つ目、糖質の話も結構するんですが、食っていうところでタンパク質もしっかり取りたいんですよね。でそういったところで、例えばヨーグルトとかチーズとか豆乳とか、こういったものもうまく活用しながら取れるとタンパク質も取れていいんじゃないかなと思います。タンパク質少ない選手本当に多いんですよ。で理論値で取れてたとしても、結構検査とかしてみるとごっそり足りてなかったりとか、そこが原因でパフォーマンスが落ちていたり貧血につながっている選手もいたりするので、ちょっと注意、それぞれに応じて必要量って異なるので、ちょっとここはぜひ見直していただけたらなと思います。3つ目、糖質補給っていうところなんですが、もちろんおにぎりを取れたらいいですよね。主食となる、まあ、おにぎりだったりうどんとかもそうですし、そういったお餅とかでもいいですし、それ以外にもですね、例えばカットフルーツとかドライフルーツとかうまく使いながら糖質補給していただけたらなと思います。糖質だけじゃなくてビタミンも取れますし、食物繊維とかも取れますね。なのでこのあたりも活用していただけたらいいんじゃないかなと思います。ビタミンって本当にどんどん水溶性のものって流れ出ていってしまうので、こまめな補給が必要になってくるんですね。ジュニアアスリート足りなくなりやすいので、ちょっとこのあたりこまめに補給していただけたらなと思います。あとはもうカーボローディングのところでもご紹介してたかなと思うんですが、芋類だったり栗とかもうまく活用しながら糖質も補給、おやつとしてね活用していただけたらいいんじゃないかなと思います。できるだけジュニア選手マイナスなものを減らしてプラスのものを取っていけるように、おやつの時間も工夫していけたらいいんじゃないかなと思います。このチャンネルでは体を大きくしたい、バテにくくなりたい、背を高くしたいというアスリートへ向けて情報を発信しています。お悩みについて詳しく知りたいという方は、説明欄に LINE の追加方法があるので、ぜひそちらに行って一緒に学んでいけたらなと思います。11月 ?12 月かな、もう限定のセミナーだったりイベントの情報をどんどん配信していくことになっているので、ちょっと今からご登録していただけたらどんどん情報をキャッチできるんじゃないかなと思っております。またこの動画がちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート個別栄養サポート北みのりでした。